だから名人を取れなかったでしょ。結局中原さんに提発して挑戦したんだけど、はい、皆さんねご覧になったことあると思いますけど、結局負けちゃって、うん、悔しいわけですよ、はい、ね、でね名人のね賞金がね当時1000万だったんですよ。当時で1000万、はい、1000万、うんうん、で挑戦者が300万だ、はい、私は300万もらったんだけど、うん、はい、悔しくてしょうがないから、はい、その時ねどうしようかと思って悩んでたらね、仲良くしていただいてたあの作曲家のね杉山浩一さんっていう方が、ねはい、仲いいんですよ。ゲームとかバックヤードもう有名な方ですね、はい、で一緒にルーレット遊んだり、うん、遊びでね、はい、やったり杉山さんのお宅で遊んでルーレットやったり、うん、いろいろトランプやったりゲームやってたんですけど、はい、森ちゃん気分転換にちょっとラスベガス行こうよって言われたんですよ、はい、それが生まれて初めてのカジノなのね。あそうなんですね。それはじゃあおいくつでしたっけ。 それからまた良かったのか悪かったのかね、うん、カジノに通うようになっちゃいましたけどね。でその時行ったのはね、はい、もう中原さんに負けて1000万取れなかったんでね、はい、300万を1000万にしてやろうと思って行ったんですよ。お、はい、そしたら2日でなくなっちゃったの。あそれでねもうね2日でお金ないからね杉山さんにね先生お金貸してくださいって10万借りたり、ね、してね、まあ、日本帰って返しましたけど、成田に帰った時はね、はい、最後の25セントしかないの。25セントしか持ってないの。あらあら、うん、すっからかんに。そうですよ、すっからかんになっちゃってね、はい、それからねもうしばらくそれからしばらく行かなかったんですけどね、はい、行かなかったんだけど、まあいろいろそれから行きましたね。ラスベガスも行ったし、うん、まあそうですね、香港マカオ行ったりね、韓国のウォーカヒルとかね、はい、まあ、あちこちのカジノ行きましたけど、うんうんうん、そうですね、まあ、一番多いのは、うん、あのゴールドコーストのカジノなんですけど、うん、もうそこだけで100回ぐらい行ってますから、ね、100回おすごいですね。で私がね長続きするのはね負けないんですよ、カジノ行ってもほとんど。あそうなんですか、うん、ちょっと伝説で聞いたこと、あの一晩で1000万負けたことがあるっていう伝説噂を聞いたことあるんですけど、1000万負けるほどそんなに持ってかないですよ1000万負けれるってすごいなっていう話を、あのいつも多くてもあの200万かあそんなもんですから、そうなんです、ね、負けられないですよそんなにね。そう負けれるってすごいっていう噂は。ただ、ね、ゲーム自体は一晩で1000万とか2000万ぐらいのゲームをやったことはあります。あそれはそういう意味なんですね。例えば1回1万円のゲームでも、うん、あの1000回やれば1000万になります、うん、あそういうことですね、一晩中ずっとかけてるわね、はい、そうなるほど、一勝負って意味じゃなくて、はい、なるほどなるほど。でもトータルで今まではこう勝たれてるわけですか、そのカジノの成績としては。勝たれてないけどね、はい、ちょっとプラスのような気がしますね。あちょっとぐらいなんですね、ちょいプラスでね、はい、でもあのただまあ交通費までは出ませんけどね、ただホテル代とかね食事代はカジノがサービスしてくれたりしますから、いいよ、ビップになると。おお、ビップ、うん、常連ってことですね。常連になるとね、はい、うん、だから多い時は年に6回ぐらい同じカジノ行ったりしてましたから。年に6回、すごいですね。カジノ では何をやられてるんでしたっけ。その一番最初はブラックジャックを、ブラックジャック、はい、ブラックジャックずっとやってて、はい、ブラックジャックでもねカジノにあるチップ全部集めちゃったりしたこともありますけどね山のようにこう積むんですよチップをね、それが楽しくてね、あのそうチップですよね、チップでタワー、タワーを作るんですよ、はい、25ドルのチップで基本的にやるんですけど、はい、25ドルのチップって薄いでしょ。だから25ドルのチップは 20枚で500ドルなんですよね、うんうん、だから、はい、200枚集めると5000ドルだから50万円ぐらい、この50万円ぐらい、このぐらいですよ、このぐらいで50万円ぐらいになるんですよね、うん、25ドル積み立てると、うんうん、はい、100ドルだったら大変で2万ドルぐらいになりますからね、これね、はい、だからあのパースのカジノでやった時はあのブラックジャックで2万ドルぐらい勝ちましたけどね。おお、そうですね、もう先生といえばギャンブルというかカジノのイメージも強くて、今日もね、うん、お昼食べながら結構最近はポーカーにハマってるお話とか聞いたんですけど、最近はテキサスホールデムですけど、はい、まだ どうかな、うん、アマチュアの 2,3 段程度ですかね、自分で採点すると、うんうんうん、プロの領域にはまだいかないですね。だから、ね、いつも YouTube でね勉強してるんですあなるほど、うん、最近いろいろね見れますし、そうそうそう、勉強になりますもんね、うん、日本でもね、はい、強いプレイヤーが出てきて、はい、とにかく今年の優勝賞金が17億とかでやってますから ね、なんか見ました、すごいですよ ね、はい、結構周りでも流行ってます ね、若手の棋士の方とか、ね、だから夢がありますよね。うん、まあ、一度もうちょっと上達したら、うん、ラスベガス の、その世界大会にも出てみたいんですけど、ね、おなるほど、
確かその先生の引退の時のパーティーというかそれでも、はい、そうそうそう今後、ね、やりたいことで、ね、そうですおっしゃってましたよね、はい、はい、やっぱりそんなにカジノの魅力っていうのはどういうところなんですかね。まあ、日常を忘れるってことと、あのそれとね、はい、今は娯楽でやってますけど、はい、うん、結局将棋一生懸命やってることは勝負感を養うという点でもいいんですよね。勝負の感、はい、勝負、あの将棋でも勝負しなきゃいけない場所とか、受けた方がいいか攻めた方がいいか迷うとかあるじゃないですか、はいはい、そういうところで勝負の感が冴えてると、うんうん、いい考えが浮かぶんですよね。なるほど。カジノでも、はい、カジノっていうのは、まあ、運の様子が多いですから、うん、自分の勘を頼りに、ね、うんうんうん、勝負勘をね、うんうん、だからたくさんかけるときはドンとかけなきゃいけないし、そうですね、どっかで勝負に、あ、やっぱりそういうの棋士とか将棋やってると自然と培われるんですかね。そうですね、やっぱ言われますもんね、麻雀打っててもやっぱ勝負勘が棋士の人はすごいみたいな、そうそうそう、通じるものがあるんですね。はい、ちょっと将棋の話に戻っていいですか、はい、ええ、その啓発した時の、はい、あれちょっと聞いちゃっていいですか、いいでしょ、どういう心境というか作戦というか、うん、啓発話題だったと思うんですけど、啓発はね、一番最初は啓発したのはね、はい、まあ、あの奨励会のところに、はい、あの1級から初段に上がる時の、はい、まあ、その要するに何勝何敗とかで上がれるんですよね、うん、それの時のあと1局勝てばいいっていう時に、高島愛子さんって女流プロにね、ああ聞いたことあります、そんな話、ね、はい、その時はね、はい、高島さんとは何回かそれまでも対戦してて、はい、2,3 局やってて全部勝ってたんでね、うん、もう楽勝だと思ってたの、うん、そしたらね、なんかね、その時だけね、私がポーカーする上にね、高島さんが冴えちゃってねそれでね、はい、めちゃくちゃいいって来られちゃってね、うん、それでね、任されてね、呆然としちゃったんですよ。ここでね、もう悔しくて悔しくてしょうがないから、うん、もうそのままじゃ帰れないから、そのまま千駄ヶ谷の将棋会館の近くの床屋に行って頭丸坊主にしてくださいってね、頭丸坊主にしたんですよ。なるほど、そういう気持ちだったんですね。そして、はい、次の奨励会で3連勝して初段になったんですけど、うん、そういういきさつがまずある。あ、でそれはあるんだけど、はい、その後挑戦した時になんで提案したかっていうと、はい、ね、1年休ん、名人戦が休みになって、その後うーん5連勝したのかな、いきなり A 級順位戦で、うん、6局目にね、うん、有吉道夫九段と当たりまして、うん、でその時にね、私が今失敗の将棋をね、最後逆転させて勝ちまで持ってったんですよ、はい、その最後の最後でまたポカやっちゃって、うん、それでね、またさらに逆転させたのもまたさらに逆転させられて、任されて悔しくてしょうがなくてね、うん、でね、私はね、年に1回ぐらいうつ病になる、まあ年に364日創業で、だいたい、だいたいあの、はい、みんな楽観的な方ですけど、年に1回か2回ね、落ち込むとね、死にたくなっちゃうんですよ。自殺しようと思ったりね。いや、奨励会の頃はあって、本当に死んじゃえばよくなかったけど、まあね、まあ死ななかったからよかったけど、まあ、でその時もね、はい、落ち込んでね、うん、5連勝してるんですよ、はい、これで5勝1敗ですね、負けても、うん、で一番私の辞典の人が4勝2敗でついてきてるわけ、うん、誰だったかな、はい、誰か4勝2敗くらいの人がいたんですよ、はい、であと2局あったのかな、あと2局だったんですよ、残りが、うん、残り2局で、でその時に、悲観しちゃってるわけですね、うん、もう落ち込んでるから、うん、それでね、負けた夜ね、お酒飲んで眠れないわけですよね、はい、で夜寝床に寝て、あの天井見てたら、昔の天井ってね、木でできててね、であの将棋盤みたいな模様になってるんですよ、はいはい、うん、将棋盤みたいなのがあって、 あそこでこうやればよかった、うん、ここであそこでこうやれば絶対勝てたっていうのがあって、うん、天井がぐるぐるぐる回ってね、はい、朝まで眠れなくてね、うん、でその時にね、もうもしかあのもしね、このままね、あと2局負けて挑戦者になれないかもしれないと思い出したわけですよね、うん、はい、でこれはもういけないなと思って、これはこんなことじゃ、こんなことじゃあと2局負けるに決まってて、うん、なれないから、もしね挑戦者になれたら啓発して
挑戦してみようと思ったの、その時に、その晩に。そうなんですね。でその時に頭の中にかすかにタコ島さんのことが思い出されたわけですよ。タコ島さん側から今聞いたことあるというか、当時はまあ奨励会に女性がいなくてっていう時代ですもんね、それで結局その時決意して、はい、それで挑戦者になって、その後2連勝して結局、うんうん、7勝1敗で、はい、増田九段が休場してましたから、だから全部で8局やって7勝1敗で挑戦者になったんですけど、はい、でその後ね、第1局仙台の仙台ホテルでやったんですけど、うん、前夜祭の時はカーリーヘアのパーマかけてたんですよ私。あ頭ボサボサでね、はい、うん、そう前日までじゃなくて急にでしたもんね、急にだから前日の前夜祭までは、はい、それでいたんですけど、はい、でその時密かにね、はい、自分で別のホテル別の旅館取って自分でお金出すんですよ。お普通に泊まれる部屋があるのに内緒でね、新聞社の人にも誰にも教えないで、はい、ただ連絡先で教えてくださいって言うから連絡番号だけは教えときましたけど、はい、とにかく取って、はい、でそこの仙台ホテルの1階に床屋さんがあって、うん、で前夜祭が終わったのが7時ぐらいだったのか、うん、はい、いや終わってないんですよ。だから途中でね、明日の対局なんでお先に失礼しますって、はい、普通6時頃から始まるでしょ、はい、1時間ぐらいで、うん、普通は8時ぐらいまでやってるんですけど、はいはい、中原さんとか立ち会いには残ってたけど、うん、私ちょっと先に失礼しますって、うん、先帰って床屋行ったら、うん、もう閉める、ね、閉店間際だったんですけど、親父、はい、さんまだいいですかって言ったら、ああまだいいよって言うからね、で行ってね、頭剃ってください、いや丸坊主かと思って、あれ刈り上げですかって言うからね、全部ツルツルにしてくださいってびっくりしちゃってね、そうですね、本当にいいんですかって言われてね、はい、それで剃髪にして、うん、それで別の旅館取ってね、うん、で朝そのまま、じゃあ誰にも見つからないように気をつけて対局場に行ったらね、はい、みんなびっくりしちゃってね、どよめきますよね、どよめかないんですよ、どよめかないんですよ、どよめかない、はい、驚いちゃったりシーンとしてんの最初ね、えそうですよね、ってなります、本当にね、はい、部屋の中が凍っちゃったみたいな部屋の中が凍ったって、ね、確か山口ひとみさんだったかな、なんか感染機で、ね、感染機で凍ったと、部屋の中が凍っちゃったってね、はい、そしたらね、花村先生が立ち会いだったの、はい、で大山十五世名人が特別立ち会いになる、二人の立ち会いになるね、はい、で大山先生は一言も発しないんだけど、はい、花村先生がね場を和ませるためにね、森さん私に断らないで提発したらよくないよなんて言うんだけどね、でもねそれを私は一言も発しないでしょ、はい、で中川さんも一言も発しないでしょ冗談もなんか何もないちょっと和まないですね、そういう、はい、普段の私と全然違うから、ね、普段は僕はペラペラペラで喋るけど ね明るい先生のイメージですけど、大山先生も花村先生も戸惑っちゃってね、はい、それから対局始まるまで結局誰も声出さないで、結局花村先生がお願いしますって私が先手でやって、はい、中野さんも目を合わせようとしないもうこっち見ようとしないんですよ、はい、で将棋盤打ち込んだんだけど、その時はいい将棋をさせてね、勝てたんですよね、それはその空気というかその驚かせようっていうのは狙いやったわけじゃないんですね、ないそれはない、はい、後からね気持ち的自分の気持ち的に、うん、後からそういうふうに書かれましたけどね、あ番外作戦みたいなね、うん、真意がちょっとね多分みんな驚いて、うん、だから話は全然違うけど、はい、その昔将棋の家元ができた時に、はい、お城将棋っていうのがあって、はい、将軍の前でやる時はみんな手筈でやってたんですよね、なるほどなるほど、それはね、はい、理由があって、うん、お坊さんの心境になるんではなくて武器を隠せないようにということなんだから、頭の髪の毛に手裏剣かなんか入れられて暗殺されると困るでしょ、近くに行くからだから武器を持たせないように手筈させたっていうのはありますけど、まあそれはまあ関係ないんですけどね、私は別に対はないですよね、だから自分の気持ちをなんかこう冷静にするためにやったっていう感じですね、うんうんうん、そうだったんですね、二局目以降も剃髪にしてたら取れてたかもしれない剃髪効果で、そういうでもみんなこの真相が聞けてちょっと、ね、嬉しいかもしれないですね、はい、先生といえば、終盤の魔術師と言われてますけど、はい、それはやっぱ詰将棋をすごいやられたんですか、あそれもあります、はい、若い頃に、はい、
あの今の藤井聡太君もそうだけど、はい、藤井聡太君の詰将棋得意でしょ。そうですね、はい、あれはね終盤に役に立つんですよ、で詰みになった時にね、はい、今のコンピューターは間違えないでしょ、はい、ところがねあの人間は間違えるんですよね、うん、そうです。だから詰将棋で勉強して、はい、うんうん、もういろんなあの相関とか漢字とかいろんな詰将棋、昔の詰将棋、あらゆる詰将棋を三段の頃にもう、はい、あの詰ましましたね。あの有名な本も、そうだから長いやつは 4,5 日かかったりしたのもありますけどね、うん、ああそれをもう何時間もずっと、訓練されたんですね、うん、訓練になります、はい、あとは実践ね、はい、実践で鍛えるってことですよね、うんうん、得意にされてたあの本とか、私ひねり飛車の本とかを、はい、持ってましたけど、はい、まあ、なぜ刺そうと思ったんですか、ひねり飛車。いや最初は、ね、中飛車だけだった、はい、最初は中飛車を覚えて、はい、だから、四段までは、あ、四段の前か、はい、三段までは中飛車だけで、うん、三段になったけど、三段の、はい、三段リーグでこう、ね、あの足踏みしてる時に、うんうん、もう一つぐらい得意戦法をやらなきゃいけないって言うんで、はい、で丸田先生がね、はい、丸田雄三先生がひねり飛車の本書いてたからそれ勉強したんですよね。それもあれ暗記して、はい、それで自分なりに工夫して、はい、また改良して、うん、でよくして、なるほどなるほど、うん、あまり他の人がやってなかった感じなんですかね。そうです、だからあのひねり飛車と中飛車で勝ちまくりましたねだから矢倉もやりますけど、はい、あんまりやらないですね、うん、矢倉とか相掛かりとかはね、うん、はい、うんうんうん、じゃあ思い出に残ってる対局っていうと、まあ、いくつかあります、あると思うんですけど、ね、ね、どういうのが、はい、悔しかった思い出はその中原さんに挑戦した時の名人戦の第2局なんだけど、はい、終盤の最後の最後で竜の逃げ場所を間違って負けちゃったんだけど、 あれ勝ってればね、うん、あれが一番悔やまれる対局かな。でもう一つはね、あの谷川さんから王位を取った時に、はい、いやその時はいろんな思い出の手が、もう夜寝ないで考えた手とかね、最後ね手が勝手に動いたみたいな、あの神が刺さしたみたいな手があるんですよ、ま、指運っていう、はい、だから神が刺さした。谷川さんとの王位戦の時は2曲思い出がありますね。いや本当に寝ないで考えた手っていうのもね、夏だったんですよね、はい、谷川さんと出会った時、はい、で九州でやってたんですけど、セントラーズ博多っていうホテルですけどね、うん、やってた時にすごい記憶力、夜中にね、はい、夜中眠れないんですよ。え、2日制の、うん、だから1日目の夜に封じ手があるじゃないですか、はい、で封じ手は相手がやったのかな、相手がやった封じ手に対してどう指すかが、はい、だから相手の封じ手は大体予想されるわけですよ。あ、だからその時に次の日にどう指せばいいかっていうのを、うん、はい、もう寝ないでね、うん、で眠れないんですよ、うん、それでね、うーん、その11時か12時頃かな、夜のね、うん、屋外プールがあって、うん、そこに海水パンツも何もないのね、うん、で夜中だから誰もいないでしょ、はい、で真っ裸になってでそれでねプールに入って、はい、逆さまに浮いて空を見上げてたらもう満月が出てたんですよ、はい、感激しちゃってね、うん、それでね考えてるうちにいい手が浮かび出したんですよ、ね、それからまあ考えて夜中の1時頃寝たんですけど、へ、それがね、はい、寝ないで考えて端に角打った1、2角だったかな、明確なんですよね。お、うん、それは谷川さんも気がつかなかったっていう、あ、まあいろいろ思い出ありますけどね、はいはい、ね、うんうんうん、今対戦できるとしたら誰と一番、いや藤井聡太みたいやっぱりやってみたい、藤井聡太、まあ、はい、もちろんね、はい、だから今やればもう手も足もなく任されるでしょうけどそうじゃなくて、はい、もうちょっとだからその名人挑戦した頃のに戻って藤井聡太とやってみたいね、お、自分の全盛期と、そう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 、はい、自信はある、ある、お、それ見てみたいですね、見たいね、はい、戻れないから ね、まあ、そうですね、もう40年ぐらい戻ってくれればいいけどねね、自信があるということなんでね、うん、本当に、まあ、見てみたい勝負ですけども、最近はどんな感じで子供に教えたり、まあ、最近はだからね、コロナが終わったからぼつぼつ海外、はい、まあ、今年はもう2回行きましたけど、はい、あまり将棋はやらせてるんですか、将棋はもう子供に教えるだけですからあ、もう十分やりきったという、あとはあの、はい、藤井聡太とかタイトル戦の将棋を、うん、はい、YouTube とかネットで見て楽しんでます。はい、里見姉妹 も応援してます、まあ、ね、はい、お弟さんなんで、はい、あまりなかなか、あ、すいません、どう、最初会った頃
はもうちょっと先生にも期待してもらってたかと思うんで、すいません、なんかなんかね、もうあんまり強くなんないでしょ。いや、今が、今はもう必死でこうしがみついてるレベルなんで、いやもうちょっと一生懸命やればもうちょっと勝てるような気がするけどね。うん、そうですね、ちょっと不甲斐ないですで申し訳ないんですけども、じゃあいろいろ先生の反省というか将棋についてお話聞けて、はい、あ、本当にもう嬉しいです、満足というか、はい、はい、ありがとうございます。森敬二九段でした。どうもありがとうございました。